通用口側は高い木で日よけしている台北中日経済文化代表どころあるいは中華民国中日本代表どころは中華民国の日本における外交代表機構である。一つの中国政策による制約のため中華民国と日本の正式な外交関係はないが日華両国は民間機関という名目で外交代表機構を設立している。ただし、 中華民国外交部は当該の代表どころを大使館級の外交機構として位置づけており、所長の肩書きに2012年9月1日から大使の名称が付与されたが、対外的には依然として代表と称している。代表どころの本部は東京にあり、領事館としての機能を持つ5つの支部が設置されている。 1972年9月29日、日本は中華人民共和国と国交を樹立したが、それは同時に一つの中国政策に基づく中華民国との断交をもたらした。1972年12月2日、中華民国行政院は党関係協会を設立して、対日関係の事務手続きの責務を担わせた。1992年、 阿ト関係協会東京弁事ところが台北中日経済文化代表どころに改名された。日本が台湾に設置しているカウンターパートは日本台湾交流協会の台北事務所、高尾事務所である。代表どころには台北の名がついているため台北市の対外機関であると誤解されやすい。そのため2017年1月1日の日本台湾。 交流協会の解消に伴い、中日代表社長邸は、日本の民衆が外交機関としての地位と機能を明確に理解できる、要、代表どころの職員は、対外的に台湾中日代表どころの名称を使うべきだとの、提案を兼議した。沖縄が米国市政権下にあった1958年3月、中華民国で沖縄との交流促進を目的とする、 中流文化経済協会が発足。1972年5月の沖縄返還と同年9月の日華国交断絶により、後尾関係協会が設置された後も、中流文化経済協会中流球弁事ところの名義を維持した。琉球の名称を用いてきたのは、中華民国政府が琉球王国が中国の明朝及び成長に徴行していたことなどを、 根拠に沖縄が中国の主権に属する、もしくは日本の主権に属しない独立国との立場をとってきたことが背景にある。そのため代表どころや横浜、大阪、福岡の弁事所、分ところが後尾関係協会の出先機関であるのと異なり、中流級弁事ところだけが後尾関係協会から独立した外交部直轄組織として位置づけられていた。 2006年5月30日、外交部が名称を台北中日経済文化代表どころ、中流球弁事どころに変更すると発表。この時、中流球弁事どころの陳足加瀬博代表は、外交部で先機関の存在をもって、琉球の日本貴族を否定していないことを示していると説明した。その後、解消後は、琉球の名称を使用しないことに決定。 2007年2月、現在の台北中日経済文化代表どころ、那覇分ところに正式に変更された。この名称変更について、代表どころの主文清志広報部長は、貿易や人の往来など台湾と沖縄の関係は密接になってきている。沖縄や日本との交流を強化するために変更したと説明した。2009年12月1日に、 札幌分ところが開設された。北海道を訪れる台湾人観光客の増加や台湾の対日特別パートナーシップ政策によるもので、中日代表どころが新たな事務所を開設するのは30年ぶり。ありがとうございます。